撮りながられながらお墓参りするのも初めてですね。そこにね、石碑にこう鉱石が半分でここにバーって書いてあるんですけど、わかんない。この人がいなかったら行動感も違えば、七軒そこでね、直政公に、教育の提言をして財政がいまいちだった時に、今こそ行動感を3倍に広げるべきですって言って直訴して教育費増やして、でそれがあって七賢人たちが生まれていって、幕末で佐賀が活躍するっていう流れになるじゃないですか。さらにそれで教育権、一応ね、教育力入れてたり人材を育てる権だってね、いう流れがずっとあると思うんですけど、この人いなかったらそれない。そうですね。で、西高も違った形であれば、地縁館も違った形であれば、さらに僕が出た工学館なんか名前2つもらってるから、そうですね、それもないと考えるとね、あと小学校時代も僕観光小学校だったから特に行動館の話いっぱいされましたけど、多分小学校中学校のも教育も全体的にちょっと角度が違うはずじゃないですか。そう考えるとこの人が起点だなっていうのでたまに来てます。それを引き継いで今行動館2をやらせてもらってるっていうのもあるし、私ここちょっといいじゃないですか、この竹林の具合とか、うん、でここにね、その最後聖子館っていう、その小賀国道さんの行動館の後の私塾があったとしたら、なんかもっとなんか知られていい方、七賢人が途中八賢人になったじゃないですか、はいはい、佐賀の九賢人に偉大出身ねえ、うん、されるべき方なんじゃないかな。行動館2がこう毎回なんとかうまくいきますようにって、こうちょっとここまで来るのは遠いんでたまにですけど、大隈重信さんのお墓には佐賀市内でやるときは毎回朝行くようにしてるんです。なんで今日も行ってちょっと力貸してくれんですかねって、うん、佐賀県出身者で行動館2にもいろんな人出てもらってますけど、亡くなった方七賢人含めて一番好きなスーパースターは今この人かなと思う、うん、いろんな人が参りに来る場所になるといいですけどね。変わってない、全然変わってないです。これはなかったかな、あったかな。中学2期生、高校が5期生になるんです。なんで最初の1期生たちが中学も高校もやってて、高校の1期生たちが特にユニークな人たちが多かったわけですよね。でバスケ部で一番仲良かった先輩が小柳隆さんって言って、白石市長の、うん、でその人が僕は高校ぐらいの時になんかうちの母が、いや小柳先輩電通に入られたらしいよって言って、何それみたいなっていうのが電通っていう名前聞いた最初だったんです。ただそもそも工学館のロゴマーク下に丸 C 電通って書いてあったんですよね。あ、そうなんだ。電通九州が作ったらしくて、あ、電通九州で制服上が緑のブレザー、女の子は可愛いけどな、緑にで下が茶色、あれ松の木をイメージしてましたと書いてあったんですけど、それも電通が提案したっぽくて、なんで中1から実は電通との縁があったんですよね。そうね、最後に来たのは3年前で、なんか卒業生
して講演会しろって言われて、で、まあ、教育のことやってるから、だしアクティブラーニング、こんなのどうだろう研究所もやってるから、まあ大体ね、まあ、こんな感じかなと思って、思いっきりセンセーショナルなやつやっちゃえと思って、タイトルが人生は生まれて死ぬまでずっと自習っていうやつなんですけど、サブタイトルに学校が教えてくれたこと VS 学校が教えてくれなかったことっていうのをやったんですよ。盛り上がりそうです。いや、もう大盛り上がりだったみたいで例えば1個は数学の先生がいて、ぶっさか先生っていうんですけど、高校2年生の時担任、初めて担任になって、で板書してて、いきなりくるって振り向いて、公式は覚えんなって言ったんですよ。え、何と思って、公式は覚えろっていう先生ばっかりだったはずなのに、公式は覚えるなってどういうことって思ったら、そのもうテストの時に忘れたら全部間違えるじゃないですか。だから自分で導き出せるようにしとけっていう話だったんです。でそれを聞いた時にガーンと思って、あ、公式って誰か偉い人が決めたものじゃなかったんだみたいな。なんで当たり前ですけどね、世の中には真理というものがあって、そこから来てる物事には全部理由があったんだ、ガーンって思ったのが高2の時で、その公式は覚えんなって言われたせいで、僕はそういう世の中の定説なんか信じるもんかっていう、こういう人生になったっていうこととか、あと中学校1年生の時の担任が佐藤先生っていう方で、今もいらっしゃいますけど、27歳ぐらいだったのかな、若い生物の先生で、で雑談がうまいっていうか、雑談が好きっていうか、年齢も近いから、すごくこう僕らが好きそうなことも分かってた上での雑談をするから、それで授業が半分潰れる日もあったりして、それは楽しくて、好奇心とかそういう雑学って面白いよっていうのを教えてくれたのはその先生かもしれませんね。とかあと良かったのは、まあ半分福岡から来てるんで、でお医者さんの息子さんも多いから、まあちょっとお金もねある子たちが多かったんだと思うんですけど、もうこれ当時男子校全寮制山の中なのに、もう福岡の最新ファッションを持ち込むわけですよ、寮に、あそこの寮に。で当時はね、ステューシーとかそういうのが日本上陸したばっかりで、そのセレクトショップのカリスマバイヤーたちと付き合ってるわけですよ。で僕らも連れてってくれて、そこでいろんな見たもの、学校に彼らが持ってくるものは、当時出たばっかりのポーター、吉田カバンのポーターの、あのテロテロした光沢のあるリュック、世の中に出たばっかりなので 通学するわけですよ。何層みたいな、よかろうがみたいなそういうなんかファッションとかデザインとか音楽とかがあの寮の中で貸し借りが行われたりするので、それでデザインっていうものについて教えてもらったのは友達からなんですよね。で学校が教えてくれなかったことっていうのも多分皆さん聞きたいと思うんですけど、一個は大人は楽しいっていうことを大人が教えてくれなかったって言ったんですよ。でなんだろうな、14歳ぐらいの時、青春って18ぐらいがマックスで、その後つまんなくなるのかなみたいな思ったりしてませんでしたなんか大人は楽しいっていうことを今の大人ももっと教えるべきっていうか、年齢が上がっていけば上がっていくほど自己裁量になって、そうですね、自分で決められる道を、うん、なんで面白い、大人は楽しいっていうことを大人は教えなかったんだろうっていうのを生徒たちに話したんです。そしたら先生の一人が教室に戻って、んなことねえだろうみたいに思って、うん、この40人のクラスの中で大人は楽しいって、周りに楽しい大人が3人以上いる人って手を挙げさせたら、3人しか手を挙げなかったでその3人に誰って聞いたら、両親ともう一人っていう別の大人っていうのを挙げて、先生がもうすら入ってなかったって言ってガーンって衝撃を受けたらしくて、だからね、今の大人たちは大人は楽しいぞとか、もうこの世界は
とか人生って楽しいことばっかりでもちろんないんですけど、いやいやとはいえ捨てたもんじゃないぞっていう瞬間があるっていうことをもっと教えなきゃいけない、うん、それが一番の教育なんじゃないかなって、うん、かっこいい大人を増やせ、かっこいい大人に大人になれっていうのが今の教育で一番大事なことなんじゃないかなっていうのと、あと2つ目は正解なんかないよっていうことをですね、でそれってアクティブラーニング、正解のない授業するみたいなで言っちゃいるけど、あの本当にそうじゃないですか。で、あの先生たちに自分の進路はわからない、本当のところは手伝ってはくれるけど、で昔だと俺バンドマンになりますみたいな、やめとけみたいないや本当なるかもしれないじゃないですか。そうそうそう、今だと YouTuber になりたいですって書いて、いいねなりなさいってどれだけの大人たちが言えてるかって多分怪しい。で何が正解か分かんないから絶対やった方がいい。教科書すら変わってる僕らの頃と、うん、僕らの頃はうさぎ飛びさせられてましたけど、途中うさぎ飛びは良くないってことになりましたよね。で部活中水は飲んじゃダメって言われてましたけど今むしろ飲んだ方がいいってことになってる。教科書すら変わるから、いや自分が正しいと思ったことは若い子たちは絶対貫くべきで、大人は正解はないよって言いながらすぐ正解を求めたがるんですよ、うん、教育もしかり、うん、ビジネスもしかり、うん、だからあの絶対貫いた方がいいし、あこの大人はいいなっていう人を見つけてその人のことは信用した方がいいっていう話をしたんですよ。それが学校が教えてくれなかったこと、そこを何とか変えたいですよね。いや本当同感ですね。四面四角な世の中じゃなく、あ生きてるってそれは辛いことの方が多いかもしれないけど捨てたもんじゃねえなっていう、そういう話とかそういう人たちがいるぞっていうのを見せたりするために行動感想をやってるっていうのもありますね、うん、そういうのをやるためにあの、まあ、アクティブラーニングこんなのどうだろう研究所っていうのをまあ、僕ら電通時代の仲間たちと立ち上げて、いろんな面白い先生たちと世の中に教育を提唱するっていうのをやってましたけど、まあ、それもそうだし全てのプロジェクトはね、そのはみ出したものがみんな注目を浴びた、その手があったかって思うから、なるべくそういうプロジェクトを世の中に投げて面白い話とかいい話を増やすためにまあ仕事してるかなって思いますけど。そうですよね、30年経ってしまった早いですよ ね、どうやったら隠居できるかな。隠居早く老人として早くどうやって隠居できるか考えていますね。隠居して何するんですか。え仕事もう死ぬまで仕事して遊んでるんだと思うよ。いいことやね行動感2 うん、うん、死ぬまでやってる。電通なんでお辞めになったんですか。どの話が面白いですかね。いろいろあるんですか。うん、まあポジティブな話で言うと、その、まあ、やってることは結局一生変わらないと思うんですよ。あの、中でも外でもね。面白い信頼する人たちと何か物事を作って世に出したりプロジェクトを手伝うっていう、だからプロジェクト屋さんっていうことは変わらないと思うんですけど、あの。やっぱ経営、お金のこととか経営のことが分かってないとこの先きついなと思ったんですよ。そのクリエイティブなこと、発想してないものを生んだり面白いことをやるのとお金ってやっぱり密接な関係が裏ではある。やっぱ新規事業立ち上げましる手伝いをするって言っても、そこ全員あのクライアントもこっち側も全員自分で起業したことない人たちが新規事業を持ってやっぱ確率はどうしても低くなるじゃないですか。なんでまあなんだろうな、こう自分たちの個人的な活動としてプロダクトを作って在庫抱えてみたいなこととかもちろんあるんですけど、一回それはやっとかないと一生その発想業、発想する仕事で食べていくって今後難しいだろうなって
より難しいだろうなと思って、45から50の体力のうちに一回自分の会社をやりたいなと思ってたんですよ実は。なんで45歳の誕生日の前日を X デーにして、そこに電通退社する一生か一旦かわからないけどと思って決めてたんですけど、まあちょっといろいろありまして半年早送りしました。やっぱ自分のお金でクリエイティブなことをする、自分の采配の中にその自分のお金で投資してプロジェクトをやって世に売るっていう、まあ今までも電通でもやってたけど、より自分のお金で全部完結するじゃないですか。なのでそれができる人か、それはやらない人かによって今後そのクリエイティブ産業の人たちで一個線が引かれる可能性があるなと思ってるんですよ。なんでこれがある程度完璧じゃなくても大儲けしなくてもまあまあできれば一生そのクリエイティブ産業で食べながら世の中に何か常々提案ができていくことになるじゃないですか。なんでそのためにやめたって感じですかね。でもよく中1で親元離れてここの寮に来るっていう選択をしましたよね。寂しかったですか。いや寂しかった。最初はね友達もう小学校の友達7人一緒に行ったし、塾の友達もいると20人ぐらい。そうなんですか。あ友達が見える、あ見えるね、運転が見える見える。この景色がなんとなく思い出の一枚をあげろって言われて、見えてきましたね。